何リって入る？こんにちは、あやです。今回の企画はアルファードの給油。はい、これね、うん、エグゼクティブラウンジね、うん、だから、廃屋なの、はい、うん、エグゼクティブラウンジは満タン入れたらいくらかかるんだろうかとかね、はい、あと燃費とかね、そうですね、うん、まあそういうのを含めて、はい、ちょっとこれからガソリンスタンドドライブしながら、ドライブとは言わんか、ドライブってどのくらい走るとドライブになるんですかね。そうだね、意外とね、ドライブがあったらガソリン入れるかって思ったけど、近すぎるとドライブにならんのか。まあそれも人の感覚なのかな、うん、皆さんどうでしょうね。どうなんだろうね、ドライブってどっからドライブになるんだ、はい、で今のガソリンの量、じゃあエンジンかけます。はい、もうじき貧乏ランプがつくぐらい。貧乏ランプまだついてないね。ついてないですね。一目盛り前かな、うん、ちっちゃいののね。そうだね、はい、まあまあでもほぼほぼあともうちょっとです、ね、もうちょっとで空っぽになります。はい、はい、これで今からガソリンスタンドに行きます。あやちゃん、ガソリンスタンド行くときってなんかこうこだわりある？こだわり、うん、基本貧乏ランプがついて、うんと目盛りが本当にあーやばいなってなったら入る。でも私基本超めんどくさがりなんで、うん、後回しにするんですよ。あ、そう、あー今、あーちょっとでも早く帰ろうみたいな。はい、ってことで出発しましょう、はい、レッツゴー。あやちゃん、どうですかこのアルファードは？もうだいぶ慣れた。だって新入社員の時、はい、入ったばっかりの時一番最初に乗ったよねこれ。初日ですね。初日この車を動かしたいから、いつ、はい、一番早くていつ来れるって言われたんですよね。あー、よく覚えてるね。いやそれはもう覚えてますよ。初日はよう覚えとる。覚えてます。そうか、いやもう全部覚えてますよ。面接初めて行った時も、うん、あの2回目二次面接みたいな感じで行った時も、あ、二次面接来たっけ。あれ一次面接はよう覚えとるよ二次面接と初めてのその何勤務の時にこの車を乗ったっていうのは覚えてないんだこれ1回目面接行ったじゃないですか、うん、その後にまあほら多かったじゃないですか、募集したら人が。そうそう、めっちゃ多かった。でまあ何人かお会いになったらしいじゃないですか、うん、でその後に金曜日かな、私火曜日かなんかに面接してもらって、うん、金曜日に今先行してるんだけど、結構もう採用ぐらいに考えてるんだけど、もう一回ちゃんと話をして、実際こういう仕事でこういう内容で本当にいいのかっていう確認をしたいから、もう一回来てくれないかっていう連絡をいただいたんですよ。それなんか思い出した今で、私その時もう私早く決めたかったし、はい、そっちも今日の夕方だったらって言われたんですけど、うん、その金曜日にね、うんうん、私もうその時東京に移動してて、友達の結婚式があったから。そうかそうか、そうなんで、もうちょっと今日はできないから月曜日にできないかっていう話をしたんですよ。ああ、それも覚えてないな。で月曜日にお伺いさせていただいて、うん、じゃあ翌日からみたいになって、いつかでも大丈夫ですっていう話をしたらね、ああ、じゃあもう明日でも来れるっていう話になって、 あいいですけど。じゃあ二次面接の後すぐ来たんだ。じゃ あもうすぐです。すぐもうなるはや。そん時にアルファードを乗った。そう、てかもうその二次面接の時に言われたんですよ、うん、このアルファードをね、うん、動かしたいんだと、うん、でも人が足りない、うん、だから早く来てほしい、うん、乗れるって言われて、うん、めちゃめちゃ怖かったし、あとそんなにね運転慣れてなかったから、うん、怖かったけど、まあ採用してほしかったんで乗れますすごいね、っていうかさあ、その後にシビックタイプ R ですぐ走るなんて夢にも思ってないね。いや、だってほらね、こんな感じのお仕事だとは思っていなかったからねえ、鈴鹿まで走っちゃって、ほんとにライセンスまで取りたいなんて言うじゃん。まあなかなか普通のね生活してたらそんなチャンスはないから。すごいよね、でもね、そんな夢にも思わないよね。思わない。いやでもあんなに走れることができるなんて楽しいですよね。すごいね。これ、はい、このね鈴鹿サーキットあやちゃんがデビューしたって動画は、はいはい、こっち。今からフリー走行だね。本当だね。2回目の。頑張るわ。行きます。気をつけてね。
い、今から今ちょうどスタンドに向かってますね。向かっとるんだけど、ちょっと一軒ねセルフじゃないところの値段を見ようかなと。あやちゃんは、はい、セルフとセルフじゃないとこどっち入れる派とかそういうこだわりはあるの？ね、基本的にこだわりはないんですよ。あ、どっちもあり？どっちもありです。え、どういう時にどう決める？ガソリンがなくなって一番近いとかでも基本今もうセルフばっかじゃないですか。セルフばっかりってところで、ここのねシェルはここですね。はい、ここはセルフじゃないのね。うん、で料金が今廃浴が158円になってますね。158円ね。レギュラーが147円。おお、はいはい、こんな感じやね。高いな。軽油が129円。158円だからちょっと高いな。ちょっと高めかな。うん、だからちょっとここはパスして、うん、セルフ行ってみようか。 OK です。あやちゃんはさ、うん、セルフと、うん、セルフじゃないとこ使い分けってある？あります。特にね、うん、冬の時はセルフあんまり使わないんですよ。なんで？自分で降りてやるの寒いから。うそ。え、そういういくらの差があるとそうするの？今ってマジで差が感じられないから、うん、だったら冬は出たくない。いくらの差があると、リッター何円差があると寒くても出る？5円。おお、じゃあ今これ158円だけど、この158円がセルフで153円以下かどうか、あやちゃんはどう思いますか？今から行くセルフはリッター150、じゃああんまり変わらないと。150、うん、7円とか6円とか、6円ぐらいじゃないの？2円ぐらいの差なんじゃないのかな。これもちょっと楽しみだね。さあ、いくらでしょうかね。いくらですかね。え、社長はいくらだと思いますか？差が5円ぐらい差があるような気がする。本当に？あいちゃんもないと思うんだね。私はそんなに差が今はないんじゃないかと思う。あ、でも例えばエネオスのあのセルフ、エネオスのセルフじゃないだったらそんなに差がないとか、ガソリンスタンドによってとかあったりする？逆にあのエネオスは高いよ。高いの？私シェルも高い。あ、シェルは高いってイメージがあります。でもエネオスももう匹敵するぐらい高い。そうか、でも私基本エネオスだからな、うん、だからエネオスとシェルで言うと同じセルフだったら同じような金額。そうか、だからあんまり変わんないですね。そう、だから本当に比較できると思う。今から行くエネオスと、あっちでセルフとセルフじゃない差が出ると思うよ。なるほどね。うん、でここ曲がったところに確か井出光があるんだけど、井出光いくらかね。さあ、いくらでしょうか。井出光はいくら？井出光、宇佐美、あ、同じか。145円。あ、でもこれはレギュラーだ。レギュラーだよね。ってことは廃屋いくら？さっきいくらだったっけ？158円が廃屋で、レギュラーいくらだったか覚えてる？145円じゃなかった？あれ、じゃあ変わらない？3円の差？あ、145円ぐらいだったと思うよ。あ、でもあそこになんか大々的に書いてあるのってさ、一番安い価格だったりしません？そう、会員になったらっ、そう、会員の、しかも何々会員だったらみたいな。あれちょっといいよ、あれあれちょっとずるいですよね。ねえ、入っちゃったらまあいいやと思って入れちゃうもんな。でも動いたよ。何が？ワイパーが。あ、ワイパー、雨降っとると動くよ、勝手に。近未来。近未来？私の中ではちょっと怖かった。私超アナログだからさ。そうか、だからエンジンかけっぱなしで窓拭いたら動くよ。そうなの？動かなくていいや。そう、いよいよ。あ、さあ、いくらだ、いくらだ、いくらだ。あ、ほら、あれ一緒じゃんね。ほんとだ、あれ急激に高くなっとるぞ。斜めでいいんでしょ。あ、思いっきりハンドル切って。ほらほら、だって150円だったよ、ついこの間。本当ですか？うん、ついこの間。この間はすっごい逆に安かったんです、一時だけ。なんでこんな急に値段上がった？またある意味普通に戻ったって感じだけど、私の中で。ありますよ、はい、エンジン切ったね。切りました。そう、あのね、これ手で押して開くタイプじゃないから。
レバー引かないか。ああ、ここの給油箱ね。そう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 。OK です。どこだ？その下。これか。うん、これだ。それ。お、入った。はい、アイちゃん。はい。さあ、いよいよ入れるけど。はい。はい。他の車はいません。いません。はい。なので、迷惑はかかっていません。あと、これもスマホじゃないんでね、撮影してんのね。クレジットカード。どれ？クレジットカードなんかなくない？クレジットメンバー。あ、これか。クレジットカードまたはメンバーカードを通してください。こっちか、これか。Tカードを通してください。Tカード。知らない方は、クーポン券を読み取り装置に読み取らせてください。あ、もう一回戻します。戻って。これでもいい、はいはいはい、なんであって言ったかわかる？ここにあるから。そう、よくわかったね。これね、ここに入ってたやつが使われてないんで、多分。さあ、使えるかな、使えるかな。イエーイ、使えたじゃん。単価よりお受けいたします。ありがとうございます。契約価格商品は適用対象外です。確認。あ、確認、はい、確認してた。はい、よく、満タン、うん、反応した今。はい、はい、Tポイントをご利用になりますが、エンジンが停止していることをご確認ください。そんなに除去カードに触れてから注意。はい、待ってる車もありません。刺しますよ。はい、何リット入る？63? いや、そんなに入んないかな。俺58。あ、いい勝負なんじゃないの。どっちが近いかな。いや、62。え、58でいいよ。すごいね、これ接戦だよ。だから60の前後どっちかだよね。あれ、シャアのやつじゃないの。シャアのやつが好きなんだけどな。アムロ払います。いや、私エナスばっかだから、これすごいいつも考えるんですよね、来るたんび。あ、そうなんだ、うん、ここのお店の人もうちの YouTube 見てくれてもらって。あ、この間声かけられてましたよね。そう、まあまあまあ、動画を見直した。58。さあ、いよいよやばい。あ、やばいかもしれない。どうだろうな。いや、いいとこまで。62だったっけ。あ、62です。よっしゃ。 あれ、ドロンドン行っちゃうじゃん。まあでも、あやちゃんの勝ちだよね、これ。お、1万円超えた。あ、また1万円超えたよ。たけーたけー。はい、13,371円でした。で、66.48。やっぱりあれだね、エグゼクティブラウンジだ。いや、値段もですね、ガソリン代もエグゼクティブラウンジ、すごいです。はいはい、帰ってきました。帰ってきましたね。はい、満タンになったよ、もうね。はい、でね、ここをこのね、ハンドルのボタンのこの右上の右、うん、それを押してください。はい、これがリセット間の平均燃費じゃん。 7.3 リッター 7.3 です。どうなんですか。どう、あれ悪くない。あれ、まあ高速も乗りながらだからね、これ。やばいな。やばくないですか。まあそんなもんじゃないかな、こういう車って。うん、 V6 だもん。キャンナル。だん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 距離が伸びれば伸びるほど、まあ、平均値が取れますからね。平均値が取れる。今これオドメーターなんで、じゃあこれをトリップに変えてみましょう、うん、はい、いくよ、うん、1738キロ走ってリッター 7.3 だから、まあまあ正確だよね、これ。
しかも結構高速も乗ってますよね。1700キロだったら高速も乗ってるよ。東京も行ってるの。はい、これがエグゼクティブラウンジです。どうでしょう。いやーすごい。まあでも他の車のさ平均燃費をの平均ってどんな感じなんだろうね。そうだな、全体的の車の平均燃費っていうのは、あ、これは難しいわ、わからんわ。ピンからキリまで本当にあるじゃないですか、うん、ハイブリッドやともっと便利だもん。だってエグゼクティブでもハイブリッドがあるじゃん。うん、あります。それだともっと燃費いいんだけど、うん、まあ、これはねすっごいパワー感じるからね。本当にパワーがあって音もいいし、うん、速いから僕はやっぱり個人的には V6 3.5 のエグゼクティブラウンジの方がいいかなと思うんだけど、いったな、当たりさんでも燃費を考えるとハイブリッドかもしれない。そのハイブリッドの方だと燃費どんくらいなんですかね。多分10、まあ、倍ぐらいいくと思う。おー、本当に、うん、それとあれですよね、そのセルフとセルフじゃないところの実際の値段の差はそうない。やっぱエネオス高いんだよ。そうか、そういうこと。え、でもシェルも高いじゃないですか。高い。だって逆にシェルのセルフってどうなんだろう。だったらセルフの意味ないじゃん。だから今何も感じないですよ。はい、ってことではい、はい、素晴らしい燃費でした。そうですね。でしかも満タン給油で1万円超え超えちゃいましたね。しかもさ、まだエンティーランプついてない時に入れたのに超えるっていう。1万円超え。そして私がまた勝ってしまいました。すいません。まあ大体ね、もう社長と勝負すると私勝つんですよ。嘘、最近俺勝ちばっかりだったけどね。ちょっと記憶にないな。あれ、ちょっとっていう感じでね、はい、今回の燃費と給油か、はい、あ、そうです、の動画でしたね。はい、はい、でちょっとあやちゃんの入社立ての頃の話もしましたけど。そうですね、覚えてなかったのにちょっとびっくりしましたけど。でも最初の面接覚えてるよ、ちゃんと。一番最初は。あ、本当ですか。本当に覚えてる、一番最初の。第一印象もすごく覚えてる。本当ですか。うん、だってもう、あ、もうこの子で半分以上決まりだなって思った。あ、本当、やっぱ一人目なのに第一印象ってやっぱ大事なんですかね。うん、他の人を見る前に、あ、この子だなっていうふうには直感で思ったよ。でもその後に見たじゃないですか、何人かの方を。その時にもこう上書きされたりとか、あ、でもこの子の方がちょっとなんで来そうみたいなことはなかった。なかった。マジで、うん、やった。はい、ってことで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。